んにちは、さきです。本日の動画は中顔面短縮のリップメイクバージョンです。はい、ということで以前に出した、多分結構ね1年ちょい前ぐらいに出した中顔面短縮のメイクが今でもねかなり再生回数が伸びておりまして、とっても好評をいただいていたので、今日はちょっとね中顔面短縮のリップバージョンを紹介していきたいなと思います。でリップバージョンなんだけど、中顔面短縮っていうよりかはちょっと割とこう唇の位置を上に上げる、ちょっとオーバーリップにして人中を短くするようなメイクテクニックになるので、中顔面だけじゃなくて人中に悩んでる方とかもすごくおすすめの動画になるかなと思います。それではスタート。まずはシェーディングで立体感を出していきます。唇の下と唇の上の山の部分を影をつけていきます。次にリップライナーで唇の縁をなぞっていきます。上唇は軽めにもともとある線をなぞっていく感じにしていきます。で下唇の部分は少しいつもよりもオーバーめに描いてあげるとより 3D な唇に仕上がります。で縁をなぞる時に下唇の中央よりサイドの部分を少し厚めに描いてあげると中顔面が下がってくれて立体的な唇に仕上がるのでとってもおすすめです。次にリップを塗っていきます。リップのベースはちょっとヌーディーな唇の色に近いようなものを選ぶととっても綺麗に後の色が発色してくると思います。唇を全体的にぷっくりとオーバーに見せるためにリップライナーの筆を使って全体にオーバー目にのせていきます。さっきなぞった唇のリップライナーの色が消えるくらいオーバー目に引いていくと綺麗に見えるかなと思います。この時も下唇をちょっと重めなイメージで塗っていきます。次に色の濃いリップを塗っていきます。このリップは唇の中心あたりから徐々にグラデーションを作っていくイメージでのせていきます。下唇は割と範囲広めに塗って、上唇は中心部分の少し下がってるこの M 字リップの部分を強調して描いてあげると立体的で M 字リップっぽい感じの唇に仕上がっていくと思います。次に仕上げでグロスを塗っていきます。グロスは唇の中央部分メインで塗っていきます。特に唇が厚くって大きめの人は中央部分のみに塗ってあげると唇が少しコンパクトで横長ってよりかは縦長の丸い形に仕上がるので立体的な唇になります。こんな感じで 3D な唇が完成しました。一番最初にあった縦じわだったりとかリップの皮むけも綺麗に見える中顔面短縮リップの完成です。はい、こんな感じでメイクが完成しました。いかがでしょうか。今日使ったリップはわりかし誰でも真似していただきやすいような、なんかどんなメイクでも合うような、ちょっとピンクとまあ濃い感じのローズ系が混ざったようなカラーにしてみました。今日のメイクのポイントは唇をぷっくり見せたい人と人中を短く見せたい人と中顔面を短く見せたい人と口をちょっとねぷっくりさせたいけどちっちゃく見せたい人とかにとってもおすすめなリップメイクになります。かなりね割とオーバーに描いてはいるんだけどナチュラルな感じのリップ術になるので結構試していただきやすいかなと思います。ということで本日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。